大谷翔平 VS ジャッジ、全39勝でホームランになるホームラン数。リーグが違えどライバルとみなされて成績を比較されるドジャースの大谷翔平とヤンキースのアーロン・ジャッジ、今季のホームラン数は大谷44本、ジャッジ51本と差が開いていて、ジャッジは自身のア・リーグ記録62本に挑んでいる状況。 MLB 公式サイトでガレゴス記者は、今シーズン最も間違いないホームラン、メジャーリーグ全39場で推定で柵越えしていたであろうホームランを放っている上位4選手を紹介した。8月終了時点でジャッジが27本でトップ、大谷が1本差の26本差で続く。3位はファン・ソト外野手ヤンキースの23本、4位はブレント・ルッカー内野手アスレチックスの22本となっている。飛距離という点でも群を抜く両者は、ジャッジが今季61本、大谷が51本ペースで本塁打を重ねている。ヤンスタ小さいからな、そこをホームとしてりゃそら稼げるわ。なんじゃそりゃ、最近はギリギリのホームランが多いから数字伸ばしてないだろうな。調子悪いのにパワーでホームラン出てることがすごいんだけどね。月間中の10も全然いないんだよな。ヤンキースタジアムが小さいみたいに言うなよ。実際小さいやん、ヤンスタしか入らないホームランもあるんだぞ。そんな本数数えて何になるんや。ちょっと前まで平均飛距離 130m とかだったもんな。そんなに飛ばさなくてもホームラン入りますよ大谷さん。ジャッジがハンク、アーロンの容姿になったらアーロンか。残ったハンクジャッジはどうするんですか。ドジャーススタジアムは広いからね。実はそうでもない、なんせ古い球場だから。ホームラン PF だとドジャーススタジアムは MLB で似て非常にホームラン出やすい下なのよな。ジャッジは逆方向とかに打つの。大谷ってそこら辺すごいよな。逆方向を打つから狭いヤンスタで稼いでる。大谷がヤンキースだとジャッジ並みのホームランを打てていたと言いたいのならその通りです。30本塁打以上の打者の本塁打平均飛距離ではルカ、オズナに続いて大谷が3位。ルカとオズナは大谷より三振率が高い。4号で十分。トラトニッサンと競り合いたかった。来シーズンしっかり復活できるかな。管理人のつぶやき、球場によってホームベースからスタンドインまでの距離とかフェンスの高さがバラバラって、野球くらいですよね。ファールゾーンの広さとかも違いますしね。それはそれで野球の面白さだと思って楽しんでいます。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。